縄の大敗から東区1位の千葉に対して気持ちだけは負けないようにというふうに伝えました。ゲームプランは全く変えておらず、選手たちがしっかり、プライド持って、ファンの皆さんとともに、連敗を脱出できました。本当にありがとうございました。サヘッドコーチありがとうございました。さて今シーズンも株式会社リクシルより活躍した選手へ賞賛の意味を込めてリクシル賞が贈られます。